このクリップではアーキカの20における表現の上書きルールのフィールドとオプションの配置について概要をご説明します。表現の上書きセットは特定の順序で適用される表現の上書きルールの集まりです。表現の上書きセットダイアログの左隅にある「ルールを編集」ボタンをクリックすると 表現の上書きルールダイアログが開きます。ダイアログは2つのペインで構成されています。左側のペインにはプロジェクトファイルで定義された表現の上書きルールのすべてが一覧表示されます。一番上にあるのは組み込まれた3つの表現の上書きルールで、これらはリノベーションフィルターで適用されます。そしてその下には、 残りのルールがアルファベット順に表示されます。リストには4列あります。最初の列は表現の上書きルールの名前。2番目、3番目、4番目の列は表現の上書きルールがどのように線、ペン、塗りつぶしと材質を上書きするかプレビューが表示されます。 表現の上書きルールは左パネルのリストで選択され、右のパネルにはそのすべての設定が表示されます。上部には表現の上書きルールの名前を変更できる名前フィールドがあります。基準パネルでは基準を定義できます。右ペインの上書きスタイルパネルでは、基準パネルで定義された 基準に適合する要素の 2D と 3D 表現がどのようにビューで上書きされるか指定できます。フィールドは塗りつぶし、ペン及び材質の上書きに使用することができます。表現の上書きルールは必要なだけ作成することができます。ダイアログに加えられた変更は OK ボタンをクリックして ダイアログを閉じたときに実行されることにご注意ください。